ちょっとつけてみたくなっちゃって、つけてみた。そう。多分ライブとかでここら辺、ここにはまだつけたことないんだけど、でもここにつける用の商品で、これがでもふーちゃんに借りた時はここら辺にね、キラキラさせるとなんか可愛いの。今後ステージとかでね、多分なんか逆にステージとかだとなんか分かるか分からんかぐらいかもやけど、そうキラキラ、めっちゃ可愛いの。でもなんかこのキラキラの種類でも3種類くらいあって、細かいキラキラと大きめのキラキラと、なんかもう一個はなんかちょっとよくわからんやつがあって、全部手につけてみて、あとなんかレビューとか見て、これが一番大きめでのやつだったんですよ。ステージだから大きめのが、ちっちゃめだったら持っとるアイシャドウとかのラメと変わらんなと思って、こういうのここら辺につけます。でもここも可愛いかも。レビュー見るんや。めっちゃ見るよ。だいたいまずは口コミ調べます。便利な世の中だぜ。ハイライトを入れていきます。ほんまに便利、便利な世の中に生まれてよかったわ。家電のレビューしか見ない。家電をでも買うってなったら見るだろうけど、千代は基本お化粧道具とかなんかそういうのを買うってなった時は絶対レビューで調べます。てかなんかお化粧道具、なんかチーク買うってなってもチークの種類がありすぎてレビュー見んと分からんって感じ。かな。ここで君が笑うシーンが見どころなんだからさ、ああ写真にもフフ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 フ。ヒゲダン、キラキラしてる。ふーちゃんと今日はお寿司を食べました。お寿司
でもすごい二十歳の誕生日のお寿司だからすごい回らないやつって皆さん思うかもしれないんですけど、回るやつ回るやつを食べました。そう、でもそれはもう結構前から 1,2 週間前くらいからこの日は絶対お寿司行こうって話してて、お寿司か韓国料理屋さんのどっちか でもお寿司3種類、普通はいつもスシロー行くんですけど、でもくら寿司とはま寿司もうなんかのメニューとか見てたらすごい多くて、メニューの種類がでも何日も前からなんかその情報をふーちゃんが教えてくれたんですよ。はま寿司とくら寿司がめっちゃ美味しそうだよって教えてくれて、でこうやって見てたらめっちゃ美味しそうで、どれにするってなって選べなくて結局くら寿司に行きました。めっちゃ美味しかった。そう、ビックラポン当たった？あれね、やらんかった一番最初に選択できるんですよ、なんかビックラポンみたいな、やりますかやりませんかみたいな。そう、それでいや、まあやらなくていいかってなって鬼滅の刃のガチャガチャでしたね。そう、やりません選択したらごゆっくりお食べくださいみたいな言われた、あの画面にごゆっくりしました。ケーキも食べた。サチ。そう、なんかねケーキ屋さん行って、そうろうそく、なんか写真送ったんですけど、メールで一本だけねめっちゃ長いろうそくがあったんですよそれでなんかケーキ屋さん行った時になんか誕生日おめでとうみたいなプレートありますかって聞いたらないんですよって言われちゃって、マジっすかってなってそんなことって思って、でもろうそくつけときますねって言われて、ありがとうございますって言って一本、あの何本かつけてくださってるのかなと思ったら一本ついてて、あの長いのがだからあれ、あとは100均で買いました。20みたいな、ハッピーバースデーみたいな。そう、
そう。嬉しい。今年も今年も当日に一緒にお祝いできて、あら、絶対くしゃみ出るって思ったのに、待機しとったのに出んかった、びっくり。珍しく。来そう、多分ちょっとムズムズする。こんなムズムズないもん、さっさと出てほしいんですけど。始まらねえ、マジスカロクンロール。ユニバ来週に新しいエリアオープン。あれ、マリアのとこですか？マリオみたいなところ？イカナンベバなんて言った？イカナ、イカネバ、イカなければ、これが言いたかった。それは行かなければ。マリオ、トゥルトゥトゥルトゥ、ん、トゥ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 。シャーちゃんのハイテンションです。テンションシャ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 テンションマックス。タタラタタ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 タ。タラタタ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 。
昨日のホームルームでミルクボーイさんのネタをちょうちょやったの。あうん、ネタをやったというか一フレーズ言ったって感じ。すごい、どうして知ってるの。みなみ一生懸命言ってた。あーそうね、あーそうね、あーね、そう楽しかった昨日。ちょうちゃんのハイテンションがみーちゃん好きだって、うれっちー。でも最近なんか結構なんか今までも普通に素出してたけど、なんか今まで以上にちょっと素を出してるというか、そんな感じしません？最近の私。そう、電車車車車車電車マックス今タタ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 、誰が巣かもはや分からん。全部巣、全部巣なんだけど、全部素なんだけど、ますます全部素なんだけど、なんかめっちゃ仲いい友達の前でだけ見せる自分の雰囲気とかをステージとかでもちょっとずつ普通にその話してる感覚で話せるようになったみたいな感じ。わかりやすくない？どれも素じゃん。なんか学校の先生と話してる時の自分も別に作ってないし素な感じだし、なんか隣の席の人と話してる時も素だし、めっちゃ仲いいこと話してる時も素じゃん。でもなんか対応は違うじゃん。なんかそんな感じの友達バージョンが、めっちゃ仲いい友達バージョンがなんかでいられるようになったみたいな感じ。うん、わかりやすいこれ。そう、
かそれの感じを握手会ではもうずっとそんな感じだったんだけど、お話し会でもそんな感じだったんだけど、なんかステージとかではおとなしくなっちゃってたけど、それはいかんって思いました。そうさ、そうなのさ。乾杯。乾杯。ピューラーをしよう。まつげってめっちゃ大事じゃないですか？するんだとせんのとじゃ全然違う。今一気になんか変わってるね。男は眉毛かな。うん、眉毛もめっちゃ大事って思います。女の子も眉毛の形とかでその日の雰囲気とか全然変わるって思う。昔の映像見るとみんな眉細い時代とかあるよね。確かに。で、私は多分ないです、眉細い時代。そう、なんか私は入った時が全く眉毛いじってなくて入って、でそっからメイクさんとかが近くにおる中で眉毛の整え方とか、なんか眉毛についてとか、なんか描き方とか教えてもらったから、そう、細い時代を通らずに来れた。まつげエステみたいなの行ったことある？まつげはないですね。でも眉毛は一回あります。なんか形整えてもらうところみたいな。
そう。タラタタタン、タラタタラタタン、フもうすぐなの、歌唱力オーディション。なんか AKB さんとか やりましたみたいな、 HKT さんとかやりました報告してるじゃないですか。だから皆さん知ってるというか、もうすぐなんだろうなって分かってると思うんですけども、そう、もうすぐなの、ドキがムネムネ。普通に緊張する。なんかさ、ピアノの伴奏で一人で歌うことなんてないじゃないですか。なんかピアノの伴奏って一層に緊張しません？あれ収録するとき隣の人たくさんおるの？私が第1回は参加してなくて第2回からなんですけど、第2回の時はたくさんってわけではないですけど、普通にスタッフさんがいらっしゃるくらいかな。緊張した。しかもちょ、あの時 STU メンバーが広島で撮ってる時に、なんかのお仕事かなんかで広島おらんくて撮れんくて、じゃ握手会の合間に SKE さんがたくさんおって、その中に一人 STU で行ったんですよ。だからなおさら緊張する。緊張したし、握手会でもべらぼうに話してた合間に行ったから、すごいヒーって感じだった。そう、じゃあ今回余裕じゃない？そう思うじゃんそう思うじゃん。私10日から14、15くらいまでお話し会なの。5日間、ベラボーに話しまくるのよ。テアンデイ、ダメだ、なんかテンション高い。江戸っ子、そう、気分は江戸っ子。でもね、あれらしい、なんだっけ、普通に話すより歌とかの方が喉に優しいんだって。
そうだから歌っとる感じでお話し会したらいいんだよ、私もファンの方も。今日は何を食べたの、ほうきで掃除をした後、モップをかけて床を磨く、洗濯して仕事は終わり、お気に入りの本を読んで。でもこれもなんか実際にそのことをしたら嘘ついてることにならんからモップで掃除して、あ、モップかけて床磨いて、洗濯してお気に入りの本読んで、部屋の壁に部屋の壁に絵描いて、部屋の壁に絵を描いたり、ギター編み物料理するの、ギターと編み物と料理をすればいいんだよ。そしたら現実になる。考えてる私のこんな暮らし、これなんだっけ、アナ雪か、アナ雪の歌ですね。すごい、多分5日間のお話し会で2人くらい歌う人おる多分歌う人が2人くらいおると思う。この歌を歌う人、チオの予想2人か3人かな。少ない？もっといるかな。いや意外とね、意外と少ないよ多分。でも千代がこの発言をしたことによってやるっていう模写が多分4人くらい、え4人いたらわーってなる。あれ模写っていうの、じゃあ模写っていうのかと思ってた。模写とも読むよね、でも模写、じゃあ模写って使っていこう。模写って使う人が増えたらそれは模写になるかもしれん。模写、多数決で。なんか最近いっぱい漢字の読み間違えをしてる気がする。なんか今日もなんか言われた気がする、ふーちゃんに2回くらい今日2回くらい言われた気がする。でも全然思い出せない
あと一言のとこで歌わん。それが石の「モップをかけて床を磨く」「洗濯して仕事は終わり」「お気に入りの」お気に入りの本とか言いたい。お気に入りの本紹介したいもん、みんなに。でも中学校の読書タイムなんか15分あったんですよ、毎朝。それはそれでそれがあるけん小説たまに書いよって、それはね、僕は明日昨日の君とデートすると、あとあれよ、なんだっけ、猫になる、彼女が猫になるやつ、あれ小学校の時持ってきよった。彼女が猫になるやつ、誰か分かる人なんかな、すごいモヤモヤする。彼女が猫になるやつです。ビンゴビンゴビンゴ、あなたに、そう、日だまりの彼女、それだ。もうちょっと買ってたんだけど、ちょっと思い出せない。でも基本読書タイムの鐘が鳴ったら本を持って机に座っとかなきゃいけないんですよ。でも朝じゃけんすごい投稿してきてバタバタで、でもその時本持って座っとかんといけんけん、でも基本買って持っていいっていう時もあったけど、基本はその読書タイム用になんか十何冊か一クラスに持ってきてくれるんですね、というかあるんですね。そっからパッて取っていくんだけど、どうしても金で間に合わん時とかは教科書読んでました。でも金が鳴った後はもう動いちゃいけんけん、そう、教科書を読んでました。国語の教科書とか。でも結構教科書読む率高かったですね。そう、国語のね、面白いからね。辞書読んでたこともあります。私もある。辞書読んでたこともある。そう、不思議だよね、ちょっとぐらい動いてもいいじゃんね、読書タイムなんだから。本読みたいのにね。まあほんのちょっとでも早く来んかった、私がいけないんやけど。教科書に絵とか描いてた？描いてた。なんか写真あるやん、偉人の写真とかを可愛くしてました。あともう考えられないくらい文字の中の丸を塗りつぶしてました。
これテストあるあるでもあると思うんですけど、テストって本当になんか10分とか15分とか時間が余るじゃないですか、大体。だからそういう時に地方の炎丸とかを縫いつぶしたり、その丸の数をこの一文に、この一つの問題の中になんか丸は何個あるのかとか数えたりしてました。懐かしい。そんな時期もありました。見てみたい。もう教科書はね、1ミクロンもないですね。なんか自主期間前は高校のとかあったんじゃけど、確か自粛期間中にその教科書置いとったやつとか勉強机置いとった場所にめっちゃ大きい服を置く、何、大きいクローゼットみたいなの買ったんですよ。だからそれを勉強机置いとった場所に置きたくて、そういっぱい整理整頓しました。なんかその整理整頓した場所は小学校の頃のからあんまり触ってない場所というか、蓄積されてた場所というか、教科書とかも小学校とかのなかったんだけど、中学校とかのも、でも小学校の時のなんか交換日記とかシール帳とかプリ、私そりゃさ学生を6789 6789 10 11 12 12年間してたじゃないですか。12年間してたらそりゃ女の子だからプリクラいっぱい撮るじゃないですか。でプリクラがいっぱい出てきて、このぐらいありました、2束これぐらいが2束あったの。手帳か、いや手帳じゃなくてなんかこっちが学校の友達とかと撮った方で、こっちがなんか習い事習ってた時の友達と撮ったよみたいな。で、カンのさ筆箱みたいなのあるやん、あん中に分けて入れてたんですけど、そう缶が閉まらんくて、でもヘアゴムでまとめてた。めっちゃ懐かしいものがめちゃめちゃいろいろ出てきて、中学校の時のなんか手紙交換とかするじゃないですか、その手紙とか出てきて、すごい、なんか教科書貸してもらった後のありがとうみたいなのも掃除してたら出てきて、そう懐かしい気持ちになった。
そう、えもみ、えもみちゃん、えもみちゃん、ここで君が笑う芯が見どころなんだからさ、無限の電気ができたそう。無限の電気、無限の彼方へ。さあ、すごい。え、なんかさ、 iPhone12 みたいなの出るじゃないですか。すごいよねすごいよね。なんかね、この前携帯のコース変更みたいなんで au に行った時に、次の機種変2年後みたいなは次の6月か5月ですみたいな言われて、でお父さんに、じゃあその時機種変忘れないようにしなきゃねみたいな話して、だから楽しみ。そう、さっきね、その話ふーちゃんともしてね、ちょっと調べたんですよ。そしたらさなんて言った私の、そしたらね、 5G みたいな、全機種 5G みたいな対応みたいな書いとって5G ってなりました。それわからん、公式的なのか、それともなんか噂というか予想なんかわからんけど、そう、5G のこと教えてください。5G はとってもスピーディーなネット環境多分、でもそんな感じのニュアンスですよね。G ってどういう意味なんじゃろ。ギャラクシー、ギガ、ギガか、ギガだ、ギガ。あ、ジェネレーションって意味なの？確かにギガだったら少ないね。5ギガだったら少ない。へぇー。5世帯。とはって感じだね。とは。とは。でもじゃあ 4G 大好きだから、不満ない 4G に。
そう。あ、そういうこと？お笑い第七世代的な感じのノリの5世代ってことですか？携帯 5G は世代っていうか、なんか新しいみたいなこと？あ、違うか、世帯か、ジェネレーション、なんだっけ、世代だっけ、ん、世帯か、これ世帯ってもの、世代ってもの、世代か、あ、世代か、ちょっとずっと世帯だと思って言いよ、聞きよったわ最初らへん。だからなんか千穂ちゃんはなんか 1G だよみたいなコメントが来た時に、あ、じゃあ私はなんかまだ子供とか孫とかおらんから一世帯ってことかと思ってじゃあ私は 1G なのかって思ってました。世代ってことね、理解。理解。石田は G の意味を覚えました。ここで君が笑うシーンが見どころなんだからさ、ケーキの残骸。置いて買った。うん。桃とチーズのケーキとピスタチオのケーキ。うん、本当だ、56分だ。買って。半分半分しました。風地ほ何でもシェアするほんまに何でもシェアする、でもいいよね、シェアするって、シェアするってめっちゃ良くないですか。なんかいろんな味を楽しめる、でもお腹の満たされる量は同じで、そう、お寿司もね今日全部シェアしました。2貫ついてくるじゃないですか、でもシェアした分だけいろんな種類のが食べれるんですよ。お寿司いつも基本ね、そうする、めっちゃいいよ。最高。うん、そろそろお礼をしたいと思います。20位ゆきおさん、19位ふうくろさん、18位エリオールマルさん、17位ドーグラスさん、16位アグネスさん、なん、変わった、ん、変わった、一応言うのか、16位まで読みましたよね今。ゆきおさん、ふうくろさん、エリオールマルさん、ドーグラスさん、アグネスさん、ありがとうございます。15位シュウキチさん、14位イヒータさん、13位ジムジムさん、12位おじゃまるさん、11位おいでませ元気さん、10位よしまるさん、9位マットさん、8位武田だけさん、7位もや太郎さん、ラッキーセブン、ラッキーセブン、
6位北谷さん、5位パープルさん、4位元気さん、3位水分スピリットさん、3位2位深夜さん、そしてそして第1位は、うん、じゃあリップピュラピュン、電化会さん、イエーイイエ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 イ、君が笑えば僕も、あら飛んだ、嘘嘘嘘、ごめんなさい、9位キスマタクシーさん、ありがとうございます。キュッキュッキュッ、え、他に読めてない方とかいらっしゃらないかな、大丈夫大丈夫かな、ありがとうございます皆さん、うん、まあ、はい、バイバイ。